It felt great to finally get the season started. It was great to get 2 wins at home, and it was even better to see how many fans came out to support us. They did a great job of helping us get some energy and bring noise to the arena. It was a lot of fun. It's just, I go out every game the same way. I was able to hit some shots early and get going, and that stayed with me throughout the game. So I bring that kind of energy and intensity every game, and let the cards fall who they may. I don't know if that idiom translates right, but we do a breakdown of each player and their play style, and we have to know that going into the game. Who's going to be the shooter? Who's going to be the person going to the offensive rebounds hard? And it's up to us to be able to handle that. You know, I'm excited to play at home again. You know, I want to see the same type of crowd and energy that we had last week, and it's going to be fun. Every home game is a fun game. We're going to come ready to win another game this weekend. And as long as you guys are there supporting us and giving that energy, we're going to give that same type of intensity back to you and make it a fun experience. まあ、やっぱりあの開幕を2つ西宮さんから取れたっていうのはやっぱチームとしてすごい大きなことだと思います。もちろん多分あのどこもそのなんていうんですか、一番いいパフォーマンスっていうのを開幕から持ってくるっていうのはできないと思うんですけど、まあ、でもやっぱスタート打者を切るっていうのはやっぱり後々に大事なことになってくると思いますし、本当チームとしてホームで2連勝取れたっていうことは本当にいい勝利だったし大きいものだと思います。まあ、昨シーズンとか、まあ、その前のシーズンとかで、まあ、違うチームにいた時に青柳で試合したこともあるんですけど、まあ、でもやっぱり今年が多分一番活気があったんじゃないかなと個人的には思います。まあ、もちろんお客さんもたくさん来てくださいましたし、まあ、やっぱりそのロボッツ自体がすごい浸透してるんだなっていうのはやっぱり、入っても感じましたし、やっぱりすごいいい空気にさせてもらってありがたいと思います。それぞれの選手の特徴っていうのを、まあ、みんなで共通意識を、まあ、理解をして、で、まあ、もちろんどういう選手っていうのを警戒しなきゃいけないっていうのもあるだろうし、まあ、でもやっぱり自分たちが重点的に置いているのは毎日毎日成長していくっていうところで自分たちのバスケットの精度を高めるっていうところをしっかりやっぱりやってます。そうですね、メンバーを見た限り、まあ、その日本人の主力で出てるっていう人はあんま変わってないので、まあ、でもやっぱその中でやりたいバスケットっていうのも監督によって違いますけど、まあ、でもやっぱり侮れないチームだと思いますし、もちろんその上を食う能力とか、なんかそういうスキルを持って日本人もいっぱいいますから、だから本当に気が抜けない試合ですけど、まずは自分たちのバスケットをすればそんなに問題はないんじゃないかなとは個人的には思います。はい、そうですね、やっぱりホームっていうのはあの僕たちにとっても選手全員にとっても、まあ、すごい大きな、そのやってて大きなものですし、まあ、やっぱ入らないシュートも入ったりするものなので、ホームっていうのはそれだけそういう力が働いているんだなと思います。まあ、もちろんホーム2連チャンって続きますけど、もちろん4つ取りたいですし、でそこからまたアウェーにいい風につながるように必ずこの2戦を取っていきたいなと思います。開幕戦本当にあのたくさんの人に来ていただいて、まずありがとうございます。でまたその試合を見てまた来たいって思ってくださった方もいらっしゃいますだろうし、またあの、なんだろう、行ってみたいなって思わせるプレーをこれから僕たちはどん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 また見せていくんで、あのぜひ会場に来ていただいて、僕たちの後押しをしていただいて、一緒に勝って、一緒に喜びを最後分かち合いたいと思いますので、ぜひ今シーズンよろしくお願いします。ロボッツ TV